質の良い岩のりが育つ京画岬周辺の魚場袖しのりは天然の岩のりで京都府京丹後市丹後町袖市の京画岬一帯で採集される。天日でいたのりに加工し京画岬のりの名称で1枚が250円から300円の高値で販売される丹後町の特産品である。袖しのりは香りが良く品質は量とされたが、 表面に小さな穴が点々と開いているため見た目はあまり良くない。磯漁をする場所は大きく3つに分けられ、京が岬と集落の東からさらに東の京が岬までの手前の岩場と集落の西側の岩場と大別するが、京が岬と手前の岩場や西側の岩場では味が異なるといい、海が深く波のあたりがきつい岩場の方が質が良いため、 本職の漁師は、今日が、岬まで最初に赴むくという。コンクリートで整備された乗り積み場冬の袖師は、北西の風が強く吹き、おおむね、波が高い日が多かったが、岩乗りの最終日は、波の高さが0.5メートル以下の穏やかな日で、岩乗りの生育期間を確保するため、間を15日以上空けることと決められている。一冬に岩乗りを採終できる日は、 最多でも4から5日しかない15日明けの条件に、月に数日程度しかない波の低い人の2つの条件を満たす日は数少なく、月に1、2日しか採集できない年もある。条件を満たした日を選んで区長が解禁日を決めて集落に触れを出す。農海産物の解禁日のことを袖市では山の口と言い,い、袖市のりの解禁であれば、のりの口明けという。 1954年から1955年頃までの袖市では、乗りつまみの日は、子供も学校を休んで参加し、通信簿に休んだ印はつかなかったという。乗りつまみの主戦力は、女性や子供、高齢者であった。冬場、雪に閉ざされて、農業も漁業も難しい袖市では、古く寒冷年間から昭和期の中頃まで、男たちは、 京都や奈良の酒蔵などに、百日稼ぎと呼ばれる季節労働に出ていたため、残った村人が、総出で,でのりを積んだ。出稼ぎの男たちは、単語当時と呼ばれ、京都伏味を中心に活躍し、1940年から1941年頃には400名を超えていた。1963年から1972年までの10年間に、 行われた丹後町の旋回開発事業の一環で岩場の表面をコンクリートでならして岩のり魚場造成工事が行われた。袖しのりは1970年頃は1枚15円から25円で販売された。2016年頃には養殖のりの10倍近い値がつき、1枚が250から300円で販売されている。 海止めの境界である落ち川、川口付近早ければ10月半ばには口開けとなったが、寒い季節になってからでないとあまり取れないため、おおよそ12月から3月にかけての冬季に採取する。海苔の採取、育成期には海止めが実施され、袖地の棚田の東端で海に流れ込む落ち川より、東の一帯、京ヶ岬川の岩場に行くことと、 そこでの生物はいかなるものも採捕することが禁じられる。岩のりや幅のりの採集は解禁日当日のみ、共同で行われる。岩のりの採集は容易なため、終了は早いもの勝ちとなる。不公平の内容、口開けのタイミングは厳格に定められ、かつては早朝から村の東端に隣組ごとに老人や婦女子が総出で並び、それをさらに十組に分けて、 磯に向かう順番は平等にくじ引きで決めていた。企業が忙しくなった昭和中から後期には村人総出での乗りつまみは行われなくなったが、丹後半島の他ののりの魚場を持つ地区では昭和期にはすでに岩場ごとに入札制となっているのに対し、袖市ではのりつまみに参加する者は早朝に村の東端に集まり各自がくじを引いて決めた順番に並んで磯に出かけ、 思い思いの岩場に着いた時点で、三三午後に散って、海苔を採取する習慣が残されていた。海苔つまみに履いたわらじ、足中乾燥して張り付いた岩場の海苔にひしで、塩水をかけ、海苔の繊維を起こして採取する。五岸の堤防壁などに生息する海苔を手でつまんで、採取する、つまみ海苔と、ゼンマイ貝殻と呼ばれる、銅製のシャベルの周囲に、 時計のゼンマイの鋼を打ち付けたような道具を熊手のように使って岩の表面を描いて海水とともに乗り取りやじかと呼ばれる竹籠に流し込んで採集する方法が一般的である。ゼンマイ貝殻は1935年から急速に普及した道具で一般に乗りかきと呼ぶ。この道具が普及する以前はアワビの貝殻でもぎ取っていた。乗り場は滑って危険なため、 多くの人が足中に履き替えるか、長靴に藁縄を巻いて、滑り止めとする。足中は足の裏の半分、土踏まずより、後のない藁じで、岩場では、つま先だけで歩く。一般的な藁じでは、かかとの部分が岩に引っかかり、危険のためである。岩乗りつまみは、解禁日であっても11時までに終了して、岩場を出ることが定められているが、 水分を含んだ海苔は重く持ち帰るのに苦労するので、国限より早く終了する人もいる。最終量は、前景の板海苔に加工したものに換算して、多い時で1回200枚程度を積む。年間で500枚ほどを積む者も,もいるが、昭和中期には一人が年間約1000枚は積んでいた。21世紀に入り、海苔の生息量自体が減少していると見られている。最終した海苔は、 付着する砂を取るために、海水で数回洗う。この洗い作業は、立てるといい、海水の塩分を付着させることで、海苔の艶を維持し、防腐効果を高める狙いがある。洗い終えた海苔は、スマ袋に入れて、重しを乗せて、水を切り、縁側に蜘蛛やしろを敷いて広げて乾かす。成形は、水を張ったたらいに、正方形の木枠2枚の間に、竹製のミスを、 数枚挟み、真水で洗った糊を一枚分ずつミスミスの上に浮かせて手で鳴らす。均一になったところで最上段のミスを枠から外し、傾斜した糊苔を機材に立てる。50枚ほど貯めてから、はしご状の糊苔はしごにミスをかけて屋外で干す。この作業は天気が良い日を選んで海の側で行い、天日の副射熱で四時間くらい干すという。その後、 かつては、いろりの川でさらに乾かしたが、自然乾燥が難しい場合はバーナーを使うこともある。仕上がった板のりは、昭和前期頃までは、村の女たちが山間部に行商に行き、雨漁でも使うスマ袋の材料となる、藤布などの野山の産物と交換した。20世紀半ば以降は、漁業共同組合に集め、共同販売する。ありがとうございます。